さあ武道館にやってきました。芸名でっけえもん。まあ今オリンピックで柔道が開かれているということなんでね、どっから行けないんですか。警備員のところまで。ああ、その先が入れないんですね。厳重に入れねえようになってるな。はあ。改装されてる。すげえね、厳重に警備されてて全く中に入れなくなってる。ねえ、そこで入れなくなってるんだ。はあ。これはなんかパスがねえと入れねえみたいね。お、エントランス。俺が昔持ってたWRCのパスみたいなやつを首から下げて、ねえ、相手がねえとダメなのかな。今この目ではっきり見たと。さっきもスラブ系のね、ガタイのいい男性の人が、なんか中に自衛隊員がいるの。中に自衛隊員が2人確認できる。もっと近くまで行けると思ったらさ、そんなことねえんだ。さあ帰りましょう。まあ、この素晴らしい、ね、この門を、昔の先人はこの木をどうやって切り出したのかなと、この木をとか、いや今でもこの木の香りがねしっかりするんだよ。このでかいこの横の梁がね、2本こう組んであるけど、これどうやってこう上に上げたんだかね。すげえよな、先人っていうのは。この石の組み方もね、このバラバラに、大小をバラバラにこう組んでいって、いやーどうやってさ、これをまず切り出して、でそこに据え付けたのか。いやー武道館来てよかったわ、ね、今まで来た時にまあ何回かね、誰かのライブで5回ぐらい来た時あるかな。でもそんなことは一切考えた時ねえからね。まあ入り口が厳重な警備で中に入れないっていうことがよく分かった。通り抜けすらできないとね。日本武道館はそんな状況になっています。はい。